I feel like I'm swimming through an ocean. This thing that keeps me safe while I'm in the tree, I want it to become transparent. And that's my life's work. キアリはもともと作業する時の、まあ、労働家ですね。その周りの木や土やそういったものに対する、まあ、ご挨拶、木に対する尊敬の念というのはやはりどういったソロシの方でも持っていると思います。命をいただくっていうことはやはり大変なことなんで、これね、あそこが気になるんだよね、そこの折れた跡。え、どこ？すぐそこの。はいはい。10年ぐらい前に雪で折れたって聞いたので。あ、そうですか。そこでどれだけ腐れが入ってるかっていうのは。太いところ。うん、太いところ。あ、そうですか。まあ、登って考えて、はい、また話しましょう。はいはい。本当は私たちじゃできれば残したい木がたくさんあります。でもどうしても切らなくちゃいけない木もやっぱりあります。一度その手を加えた植林した山とか、まあ、そういうところは人間がきちんと責任を持って管理していかなかったら、いずれやはり荒廃して動物の苗も住めなくなるような、そういう状況になります。どうぞ。あ、ここね。あ、本当だ。本当、日本人は縄文時代からきっと一緒に暮らしてきた人種なので、木をうまく使って生活の中に溶け込みながら、人が作り出した豊かな森のすごく見本になったことがですね、明治神宮、植えた人が100年後200年後を予想しながら、どの木を植えようかとか、どの配置で植えようとか、どの間隔で植えようとかってみんな想像しながらやったんですよ。あれは人の手が入れなかったらあの姿になるまでは何千年もかかってるだろうって言われています、ね、木のことすればするほどちゃんとやらなきゃダメだなっていうふうに実感しましたね。Coming in today into the forest, you can sense many things with your nose, with your body as you're walking. So one of the reasons is that I feel very alive when I come into the forest. これ違う植物がブナの何？ニュートリション？水とか食べます。あまり良くない。 As humans, I guess, we are naturally wanting to create borders and wanting to make things clean. And one thing that you get coming here, you see so many things are connected together. The whole forest is a system. Some things are losing, I guess.You know, some things are living and some things are dying. The existence in the forest is very, very complex and beautiful.
I think that it's important that we can understand that. たくさんの人に本当はね携わってほしいいい仕事なんですけどもやりたいっていう人は本当少ないと思います。林業って業と言いながら GDP でどのぐらいのパーセンテージあるんだ調べたらですね 0.0004% しかない。で市場持ってってもガソリン代も出ないんですよ。今一番問題となっているのが放置林、お金にならなかったら間引かないんですよ。そのまま放置しておくって方法がありますけども、それは非常に時間がかかります。土砂災害が起こったりだとか、そういった災害にもやっぱりつながっていきます。I used to love living in the city. And you know, in the cities there's lots of technology, right? But I think thatYou know, the technology of the forest is so amazing. So we can learn from what's here. A human life is a maximum of 120 years, and usually much less, which is a tiny amount of time. So if we think in these timescales, it can't be positive. 自分が子供の頃植えた杉苗が50年後に生材になるんだって聞いて、まあちょっとその時はさっぱり分かんなかったです。でもやっぱ大人になって、あ、こういうことだったんだ、それを実感した時に、まあ、すごい感動したし、前長野県のある神社の木をですね、本堂の屋根を壊すって言って切ったんですけども、まあ国の重要文化財なので、でも切ってみたら軽く1000年超えてるかなっていう。で、1000年前にそんな建物はなかったはずなので、How can a human being understand the natural system? I think they need to just slow down, and they need to change the time frame in their minds.僕木の仕事をやってみて、いや本当こんなに素晴らしい仕事は他にあんまりないなと思うんですよね。樹木学から始まって土壌学、気象学、それからまあ民族学から全てを網羅しないとできない仕事が本当は木の仕事だと思うんですよ。やっぱ子供たちの憧れに仕事にしたいなっていう僕はずっと思ってるんですよね。日本の山でもきちんと管理してる山って本当に綺麗です。やっぱそういう山でできた木ってのはいいものができてるし、そこでこう生業として、携わってる人たちが循環の中にいるということが、まあ、気づかされた時にいい森とかできる気はします。風に自分たちが何やっていくか分かんない、でも今自分たちがやってることは間違いなく50年後とか100年後の
木を育てる、そういうことをやってるんだ。多少時間かかったり、ちょっと合理的じゃないと言われても、楽しいことを追求した方がやっぱ面白いですよね。おいしょ、お手合いしょ、いいよー。